皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。マコベでございます。いきなりなんですが、今回北海道のシャコタン半島に行ってきました。シャコタン半島といえばですね、絶景なんですけれども、グルメもね、ウニが有名なんですよ。夏のね、旬を迎えたウニを堪能してきましたよ。もちろんね、景色も最高なので、ぜひ最後まで見てください。早速なんですが、札幌駅の駅レンタカーでレンタカーを借りまして、札幌駅からカムイ岬を目指しまして、ナビで登録するとですね、1時間49分と出てきました。まあそんなにね、かからなかったような気がします。一人でね、運転して、行ったんですけれども、まあ着いたらね、すごい人でしたね、観光客の方がですね。でもね、頑張ってやっぱりね、ここまで来たんですからね、灯台の方まで歩いていこうと思いまして、頑張って歩きました。まあ私の足でね、多分30分から40分ぐらいで灯台の方に行けたと思います。その模様をね、5倍速でお届けしたいと思います。見ての通りのね、シャコタンブルーの海でございますよ。もうね、これはね、さすがにここまで来たんだから頑張って歩かなきゃっていう気分になりますね。でですね、歩き始めたところはですね、ちゃんと舗装されておりまして、遠くに灯台も見えるんですが、これならね、歩いていけそうな気がしていたマコベなんですけれども、進んでいくにつれてですね、やっぱり断崖絶壁の場所に、立っているということで、道がね、だんだん険しくなっていくんでございますよ。これはね、ちょっとね、見ていただきたいんですけれども、そうなんです、この辺りからですね、もうなんて言うんですかね、工事現場にあるような、その下がスケスケのね、なんて言うんですかね、もうね、怖くて怖くて、もう高所恐怖症のね、マコベにはちょっと辛かったですけどね、こういったところをがいくつかありまして、灯台の方に向かっていきます。これがね、なかなか、もう外の景色は綺麗なんですけれどもね、下を見るとね、なんか恐怖感も、ありまして、なかなかの試練でございました。ちゃんとですね、スニーカーを履いていきましたので、歩くにはね、問題なかったんですけれども、さっきのようなね、歩きづらい場所もありますので、行くときはやっぱりスニーカーの方がいいと思いますね。で、階段とかも結構あるんですよ。なので、なんて言うんですかね、足元もね、ちゃんと見ながら行かないと、もうね、ここでこけたら大変だなっていうぐらいの場所にね、ありますからね。この映像を見ていただくと分かると思います。進むにつれてですね、海の青さもね、鮮やかになってきますね。もうね、本当来てよかったなっていう、感じでございました。なかなかね、思い立たないとここまで来るっていうことはね、できないですよね。
さあそろそろですね、目的地の灯台付近までやってきました。ではですね、絶景をご覧ください。カムイ岬の一番端でございます。うわ、すごい景色でございます。めっちゃ綺麗。撮影しながら途中で言葉を失ってしまったんですけれども、結構な高さだったんですよね。なのでなんかカメラを握りしめてやっとの思いで撮影しましたが、ちょっとねお天気が悪かったので水平線っていうのがねなかなか、はい、見れませんでしたが、写真で撮るとねどうでしょうか。こんな感じでございました。もうね大満足です。一度は見てみたいなと思っていたカムイ岬の先端に行ってまいりました。さあもう一つの目的、シャコタンといえばウニ丼でございます。お食事処林光さんというところがですね、調べたら一番ですねリーズナブルで、楽しめるということで、こちらの方までやってまいりました。見てください、このウニ。今日は一人旅なので運転をしているということでノンアルコールで乾杯しました。いやーこれもうね美味しかったですよ。美味しそう。今日は紫ウニしかないそうですけど、これでも十分です。ウニ丼いただきます。九州で食べるウニは薬品臭い感じがするんですけれどもね、こちらは取れたてですからめちゃめちゃ甘くて美味しかったです。そしてお食事処林光さんのすぐ近くなんですけれども、島向海岸っていうところがありまして、こちらもですね観光スポットになっております。観光バスでねこちらに訪れる方もいらっしゃいました。昔は下の海岸の方、砂浜の方までね降りれたそうなんですけれども、ちょっとね、台風の影響か何かで今は降りれないそうでございます。そしてさらに灯台の方まで行くとこういうね絶景スポットもございます。こちらの方はねシャコタン岬の方になるんですけれども、いやーこちらのね景色もなかなかですね。さあ旅の締めくくりはですねデザートということで、シャコタンブルーのソフトクリームを求めて直産市場の方にやってまいりました。こちらのソフトクリームがですね、まあ、色鮮やかなんですけれども、ラムネ味のソフトクリームっていう感じでございました。まあ、いかがだったでしょうか。今回はですね、シャコタン半島、それからカムイ岬の方をね、ドライブで旅してみました。こちらはですねロウソク岩の模様をお届けしながら最後エンディングにしたいと思います。
まあ、いつもだったらですね、フェリー旅や鉄道旅、そして旅館ホテルのレビューをお届けしているチャンネルでございます。もしね、気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の旅でお会いしましょう。